食べに行きます。今日はベトナム料理。ちょっとお野菜が食べたい。グリーニッシュビレッジのマクドゥーガルストリートを歩いています。この辺の雰囲気とっても素敵、緑豊かだし古い街並みがいいですね。グリーニッシュビレッジは1950年代にはビートニク、ご存知ですかね、アレン・ギンズバーグやウィリアム・バローズなどが、率いた文学運動ですが、ビートジェネレーションの作家たち、私も若い頃憧れて読んでたりしました。1960年代にはフォークシーンで盛り上がり、詩人、劇作家、ミュージシャンなどが多く住んでいたところです。古くから自由を謳歌する人々に愛され、今でも当時のボヘミアの雰囲気が感じられますね。はい、注文してすぐに来ました。私が大好きな揚げ春巻きと、これはパパイヤとマンゴーのサラダ。サイゴンシャックというこのお店、フォーやバインミーなどが手軽に味わえます。やっぱりね、野菜不足が続いているので、嬉しい、お野菜やっと食べられる。はい、お箸。これが、クラシック4で、生の薄いお肉ね、ちょっとロースビーフみたいな。美味しそう。で、ライム絞って、いただきます。イーストビレッジにあるとっても素敵なインテリアと雑貨のお店をご紹介します。ニューヨークのアーティスト、ジョン・デリアンさんがオーナー兼デザイナーで、世界中を旅して集めたヴィンテージ、アンティーク、そしてオリジナルの商品などを扱う店なのですが、この店私もとにかく大好きで、店内に入った途端もうワクワクしてしまいます。絵とかも売ってるね、かわいい。美しく個性的なオブジェがひしめく博物館のような、美術館のような、アンティークショップのような、不思議な世界観で、とにかく見てください、このディスプレイのセンス抜群ですよね。これは以前に来た時に撮った写真です。同じ通り沿いに2軒並ぶジョン・デリアン・カンパニーのご紹介でした。双方に戻ってきました。双方は世界で最も多くのキャストアイアンという、貴重な建築様式が残っている歴史保存地区としても知られています。キャストアイアン建築とは19世紀中頃にイギリスより伝えられた建築法で、溶解された鉄の塊を型に流し込んで、建物の骨格、外観を作り、それで、建築する方法なんですけれど、従来の石積みの建築方法とは違い、手取り早く、作れるんですね。そして安く、建設できたのがキャストアイロン建築です。ほとんどは1840年から1880年に建設されているとのことですが、1840年って、日本ではまだ江戸時代、日本でいうと江戸時代から明治時代の間に建てられたということですね。キャストアイロンの、こういった建物、もともとは倉庫や工場として、使われていたんですが、まあいずれこうした高級ブティックとして使われることになろうとは、当時のニューヨーカーたちは想像もしていなかったことでしょうね。ターゲットに来ました。ターゲット、これが便利、こんな感じで
でコスパ出るんです。アメリカの暮らしになくてはならない大型スーパーターゲットが双方にオープンしていたなんてびっくり。小さめですが小綺麗な店内です。まずゴールドフィッシュ、これプリンセスバージョンもある、ミッキーバージョンもある。さて行きますよ、カートさん。どうわー、買おうかな。そう、もう結構ケーキミックスも買うんですよね。お菓子用のものとか買おうかな。で今朝はと朝食を食べに来ました。イタリア料理屋さんなんですが、朝食もインテリアも朝の8時から営業してるみたいです。私はアボカドトーストが食べたくて、夫はこのトライカラーオムレツにしようかな、ね、こんな感じの店内。今日は寒い、びっくりするぐらい朝寒い。あ、美味しい。マキアート美味しい。なんかこの椅子が可愛くて、夫が椅子を気に入っています。こういうの作りたいなって言ってますね。可愛い。私はアボカドトーストです。上にポーチトエッグ、あ、さ、なんていうか、ポーチエッグが2つ乗ってます。で、オムレツとポテトがついてます。おいしそう。どう、うん、少し食べさせて。ちょっと塩とペッパーが、ね、もらいましょう。Have a good day. Bye. こんな感じの朝ごはんで、いい感じですね。はい。今日はすごく晴れてるんですが、朝はすごくダウンジャケットが欲しいと思ってるんですけど、ね、いよいよ今日娘の卒業式に行く前に、ちょっとアジア料理を食べてます、ランチはまたまたアジアンです。旅先ではどうしても食事のバランスが偏ってしまうんですよね、野菜がたっぷり食べられるアジア料理の店がたくさんあるのは嬉しいです。ここは Google マップで見つけたフィッシュチークスというタイ料理の店です。まずフライカラマリ、カラマリですね。アジア風、美味しそう。でお店の雰囲気はこんな感じ。初めて来たところ。トミヤンスープ、これはトムヤンは夫の大好物ね。エビも美味しそう。ほら、美味しそうよ。はい、お父さん。はい、ここが NYU のすぐ近くのワシントンスクエアパーク。今は卒業式のシーズンなので、毎日のように卒業式のガウンを着た、紫のガウンを着ている子たちがそこにいっぱいいます。まあ、NYU 卒業で、私たちの娘が美大に行ってるので、また違う大学なんですけど、すぐ近くにあるので、娘の友達も NYU の子多いね。ここは娘たちもいつも憩いの場として来ていた公園なので、赤いガウンを着ているのはその美大のパーソンズの子たちです。
な卒業式。さあ娘はいるかな。お花屋さんを探しながら双方からユニオンスクエアまで歩いてきましたが、ないんですよお花屋さんが、スーパーの入り口で売ってるお花では嫌だしなんて困っていたらラッキーです。大学の目の前にお花屋さんがありました。娘のためにオレンジ色のチューリップのブーケをオーダーします。我が家のベビーガールが大学卒業だなんて信じられません。三女には私のミドルネームであるゾーイ、ゾエという名を授けました。ゾーイとはギリシャ語で人生、ライフという意味。卒業にあたり人生、ライフにまつわる偉人の言葉をプレゼントします。 Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined by Henry David Thoreau。自信を持って夢に向かって進め、思い描いた人生を生きろ。アメリカの作家であり思想家ヘンリー・ソローの言葉です。そしてもう一つ、 Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself by George Bernard Shaw。 人生とは自らを見つけ出すことではない、人生とは自らを作り出すことなのだ、バーナード・ショー、アイルランドの文学者の言葉です。 Congrats Zoe、 ゾエちゃんおめでとう。交換留学でペンシルバニア大学で学ぶ息子、授業があったため卒業式には間に合いませんでしたが、週末を一緒に過ごします。夫が読み終えたばかりの村上春樹の新刊、街とその不確かな壁、今は息子が読み始めていますね、かなり面白いみたいです。今日はどこ行くんだっけ、エンパイアステートビル近くで今日ディナーがあるのでまた歩いてます。双方から30分ちょっとかな、歩いています。エンパイアステート残念ながらこれフラットアイロンビルは工事中です。純子ちゃんが今評判だというエースホテルの1階にあるコロマンという、ウィン料理のレストランを予約してくれました。なかなか予約が取れない店だというだけに、お料理はもう本当に何を食べても大当たりでした。この巨大なスープです。素晴らしい、美味しそう。いや、やったけど、あ、美味しそう。この巨大スープレ、もうあの茶碗蒸しだね。茶碗蒸しだね。あ、見てこれ、やってむちょむちょってやって。お、ぐちゅぐちゅ、うん、せっかく動画で撮ってるんだから、はいはいはい、こういう感じね。そう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 、おいしそう、おいしそう。で、アイスクリームのせて、バニラアイス。これは、私スフレ大好きなの。で、下にキャラメルがあるかも、うん、ほら。か、これはジャムかも。なんとかさて、次回はニューヨークの旅最終回です。ウィットニー美術館、そしてとっても美味しいサーモンとベーグルのお店をご紹介しますので、お楽しみに。それでは See you next time。